くらえ。やぶちゃんのジジケです。あ、でさいよ。はい、どうも、ジンでーす。はい、シラウドを切り抜く、続けていきたいと思います。はい。はい、ちょっとですね、裏で、収集とかをしまして、我々のですね、この衣装がですね、これ、いいな、その青。いいでしょうか、青。イメージカラーに合ってるから、マジシャンシリーズですね、俺のは。俺のせいとは言わせない。メノさんのは僕のは、まあ、頭は騎士装備ですね。だって見たい、はい。ああ、なるほど。レジンさんのが？で、俺のハンター装備なんだけど、なんか覆面が多いんですよね。覆面多いよね。ルチャリブレ、ルチャリブレみたいな感じ。ルチャリブレ感あるね。まあね、こんなこんなねしてるうちに、なんと公式から。お。2024年のロードマップが公開されたんですよ。そうなんですよね。今回ねぶっ壊してどうなんですかこのゲーム。ですね、ちょっと小さくて見えないんですけど、ホローホールダンジョン。ホローホールダンジョン。早期アクセス2024年ロードマップフレームボーン、あなたのフィールドバックはエンシュラウドをさらに良い作品へと昇華させています。皆様からご意見をもとに数回にわたる今後のアップデートのロードマップを作成しました。お、なるほど、まあ、パフォーマンス向上とかね、はいはいはい、もろもろある中にグライダーのショートカットキー変更っていうのがあるんですよ。ほう、使わなくねグライダーのショートカットキーってこと。そもそもグライダーショートカットがあるの。グライダーのショートカットキー変更。え、この飛ぶ時なんていうの。飛ぶ時のあれはジャンプとは別にできるとかなんじゃないかな。ああ、まあ、なるほどね。まあ、なんかその他いろいろですね。あ、新村人 NPC とかね。おお。あとペット。おお。サンチバイオーム。はいはいはい。なんとかなんとかずらずら書いてありますね。天候システムなどね。いつ頃実装なんですかそれ。まあ、2024年ですね。確かもう24年だけどまあまだまだねいっぱいねあるんでね。でこの世界皆さん気づいてます？あるものがないの。僕たちの世界にありふれてるあるものがないのに。ん、何と車、空気。いや、まあ自然にあるものですね。自然にあるもの。湖。そうなんですよ、水がないんですよ、この世界。ああ、そうだね。井戸しかないもんね。川とかないもんね。まあ、っていうのも、たぶん、重さとかの関係上だと、処理落ちとかを防ぐためだと思うんですけど、ああ、はいはいはい。まあ、その辺を今後どうにかするよと。おぉ。なんで水ができるか。釣り、釣りとかね。おぉ。さらに、この水路も引けんのかな。暑いのそれ。水路が引けたりとかね。いろいろ。畑大活躍してたかもね。大きいアップデートごとにやっていきたいと思っております。はい、今後ともねよろしくお願いします。はい、あとちょっとねスキルをちょっと変えて、まあ、今こんな感じになってますね。サレとかいうゴミ浴びをしたわけですねまあこのやっぱ二段ジャンプがクソ強いっていうのと、そうですね、二段ジャンプとグライダーのね、あの急上昇、これがねこれがないとちょっとこのゲーム潜りですね。このゲーム知ったかですよ、これ使えないやつはなのでね、どうね、どのビルドでも、そう、とりあえずこれは取っていいと思う。あ、簡単に取れるしね、結構比較的これね手前にあるしね。うん、なのでここは取っとくとだいぶ移動も楽になるし、ということでさらなる発展のために、はい、で今回は錬金術使用の黒大釜と農家用の植物と苗木図鑑ですね、こちらをやっていこうと思うので、まずはね、クローガマで、ちょっと事前に素材集めとかしてたときに、ね、江野さんが近くのここに拠点を作ってくれてたんで、一旦そこまで行きます。そうなの？そう。あの、はい、あ、ここ？そこそこ。登れそうだよ、頑張れば。頑張ればいけそう。前回ここのね、なんだっけ、
コンウェイの野営地とか行ったんですけど、そのさらに先ですね。じゃ一旦飛びましょう。マップの右側全然覚えてないや。上昇気流で行けそうじゃない？オッケーオッケー。このこっちの赤に一回上昇気流で上りはい、余裕ですね。上昇気流優秀すぎるんだよな、マジで。俺に向かって上昇気流しろ。はーい。はーい。で、これ壁ゴリしながら行けばいけんじゃない？これなんだ、パプリカか。回収回収。もう一回頑張れ。この装備の一度、魔法のね、MP からかすげえ早いんですよ、これ。これ落ちた。下落ちた。あ、MP 足んね。MP が足りません。ちょっと MP。ルイボスとかがなんかこの辺の回収して待ってよ。余裕。まあ余裕だよな。俺余裕だ、これ。あ、あれがいる。誰？チンチン。あかん。ルル。向こうに、姉さん、ここのぼ、あ、姉さんもう上にいる？登れたね。上昇気流じゃなくても行けたね、上に。あ、マジ？でもこっから上昇気流で余裕だろ。あ、スタックしましたね、俺これ完全に。姉さん助けて。これどう、ここにハマってんのか。掘って。間違えた。こうか。うお、抜け出せ。あ、だ今度俺が。うん、これ戦闘じゃない、そこもう。みんな何やってる、どこにいるのお前ら。おお、びっくりした。なんかいる。いる。そのチンチンの向こうにいるよ俺ら。逆。あ、違う。で危ない、はい、危ない。回収しないと。あいた、死んだ。本当だ、ね。チンチン。それあの焼ける子。もうこいつはもう余裕なんですよ。弓があった方が余裕だね、こいつ。アンモニア線がね、大事。痛い。殴り合おうぜ。いや、ちょっとそもそも久しぶりな感があって、操作が、もう全然わかんねえや。あの、大釜ねえとあれか。エターナルフォースブリザーズか。あ、回復してあげるよ。あざまーす。はい。戦闘先に解放食？うん？戦闘近いの？そこに見えてるじゃん。どこ？いけるんかな、そもそも戦闘。いけんじゃない？いや、なんか、あの、赤い状態で入れないとかあるじゃん。ノマドコーチはないはず。ないね。あ、やべ。起爆した。危ねえ。戦闘に行こう。じゃあ、予定変更して、戦闘攻略。とりあえず戦闘ね。切り替え欲しければね、いくらでも。そうね、そっから飛べるからね。なんなくいけそうですね。このとこにあったんだっけ。あ、ブーグさんが追ってってるよ。戦闘内部もな、単調なギミックばかりで、うまみあんまり面白みないよな。そうね。あの、なんだっけ、俺らが苦労して登った戦闘あったじゃん。どれだ。この間、あの、崖の下から頑張って登ったやつ。ああ、はいはいはい。あそこの戦闘さ、明らかに後半なんかギミック手抜いてなかった。ネタ切れなんだ。サクッと攻略してしまいましょう。戦闘は。そんなに苦労しないしね。どこだ、あった。やっちゃう。違うな。もう解放したよ。え？あ、解放してあんのか、これ。痛い！ああ。宝箱！ナイス！見習いワンド。見習いワンドか。ツインソウルメイス。うん、小村の盾。見習いなんていねえよ。レベル20。氷のやつだ。同房が起きた。氷のやつか。ちょっと欲しいな。一応全回収しとくよ。ありがとうございます。みんなどこいるのこれ。もう次の子行っちゃった。
フックすら使う必要ねえじゃん。え、次ここってどうや。真ん中の方いって。なんか魔法っぽいのがいっぱい入ってるよこの箱。うん、あ、ライトバースト。あれ、こっから来た。ここはそうか。あっちは何が入った。あ、いて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 。化石骨の矢が。実はこっちだ。で、ここもスイッチ押すだけだからな。危ない。いた。いた。上の当たり判定広くない？ガチョン。メス。どこゴール？経験値の巻物っての入ってるよ。お。経験値もらえるだけなんですよこれ。ターザンロープ。ああ。押します。あ、やばいやばいやばい、痛いよー。押しました。どこが開いたのこれ？じいさんの後ろじゃない？ちじゃない？じゃない？ゴールだよ。そっちか。宝箱あんじゃない？そっちに。じゃあもうなかったよ。じゃあこっちだ。終わり。ああ。ゴール。間違えた。冒険家の冒険と富の約束が満ちている。た。ファストトラベル。満ちているた。満ちているたん。満ちているた点。苦得点の位置。なるほどね。じゃあこれでインドケーション。心置きなく大釜目指せるわけだ。そうね。とりあえずこれ人さんに、はい。W 方向。まあ飛んできゃすぐそこだろう。400m。行きます。お、巨大な大骨を。行くぞ。結晶化す。探せ探せ。この辺の回収してこう。この辺のオブジェクトの石とか井戸がある。井戸あるよ、ここに。回収できればいいんだけどな。なんか実際今敵と戦わなかった。レレレレ。俺が戦った。あ、見ないもんか、そっち。そうね、ズミどもが。そんな広くねえんだ。ねえ、狭いよね。こっち？あ、これじゃね？4。ゲイ。え？あ、あったよ、なんか。あ、え？シュラウド地帯じゃん。村の外に出てたか。お、長量子チェスト、騎士ズボン、ブレストロングボウ、あったよ。持ってる。イクラについていく。イクラどこにいるの。イクラ、イクラ、ちょっと待って、色になっちゃった。いらねえな。とベッドないかな。どこにいなかったベッド。あ、でも寝れないベッドだな。ぶっ壊れてるやつ。壊れてんね。暗い暗い。そこも野営地は野営地。すぐそこに野営地あったよ。ケイ、ネクスト目的地が160m先ですね。うわ、何この緑地帯。ここか。ちょっと迂回しないと。現状？いや、この。ああ、ダメか。そこの上登れねえか。平気だな。まあ、上昇あればいけるね。落ちるバカ野郎。オッケー。いけた。レベルアップ。でれれれー。もうゲーム拾っていいなよ。シュラウド地帯の中ですね、完全に。どうぞ。イコーラ。イコーラ、こんな方まで。イコーラ、どこだ。黄昏のユリカ。お、なんかいる。フェルの怪物。バケモンがある。あ、あいつ、あ、そう、あいつ持ってんじゃなかったっけ。あー、そういうこと。こいつはね、
ビビらず気にせず殴り続ければいいっていう。いった。魔法も続ける。君たちがヘイトを買うはその2倍のヘイトを俺が買う。思う存分殴れ。君たちを火力に特化させればいい。上から来るぞ。流星群これ言ってるんだな。まだ死ぬな。弓いやすぅ歯ごたえのあるやつがいねえな。取っちゃうよ。いやクロウガーマーいやちゃんとね。お、なんかなんか下草の杖錬金術上。あ、見て見て。あ、浮いた浮いたと思ったらファングブレード取ったわ。ね、作っておけば終わりって感じか。OK、そうだね。ってことはジャーナル次のやつ。じゃあそのまま行くか。苗どこ、苗どこも行っちゃうか。ちょっと遠いけど、まあまあ一回ここがいいのか。ここが一番近いよね。あの研究キャンプの下。そうだね。 OK、 量産体制を作らないとな。ポーションなんか使ったことねえや。この横着して いけるかな。いけるね。なんかロケーションがある。ブックもいる。なんとこれ道なりって感じかな。どう？なんかある。どこだ。ちなみにあれだよ。あ、ちょっと犬倒さなくても攻撃してこないからね。あ、そっか。ビーストテーマまだついてるか。俺がいるから。ペロはそんなもん。痛い。スラとの休憩地に移動。噛まれた。600m 先。あ、わらあったよ、じいさん。わらわら。わらわら。わらわら。一個でいいの。大事にしよう。これは。わかんないし。あ、下草の杖、レジェンドがある。コウのメイス51強くね。コウになっちゃうよ、でも。レジェンドだよ。あれ、俺わらどこ行った？あ、あったあったあった。人生6ループ。わらで、ここはさらに下に行くんじゃなかったっけ。そうだね。なんか下のシュラウド自体の奥の方だね。渡ってく感じだね。ここじゃないんだよね。このもうずっと奥だね。あー、やっちゃったこれ。落ちたか、あいつ。落ちたね。落ちたね。でも絶対上がれないよ。ちょっと待ってろ。どっか上がれなかったっけな。坂道みたいになっちゃう気がするけど。ちょっと待ってろ。まさかあいつ。いや。あ、ちょっと。どんどん進んでいい？あれ作ろうとしてる。あの。やばいやばい、死んだ死んだ。俺死んだ。どっかの祭壇行って一個停止してきてくんね。あ、いいよ。どこはいらない？この辺にさ、シュラードの根もなかったっけ？この辺あったっけ？下の方に戻ったとこだね。あん。あいつらこっから狙えるかな。反応しないね。あ、反応してる。お前ら届かないんだろう。そう、くれよかった。あっ、帰ってこい。うわ、遠距離射撃してきた。何やってんの？大丈夫？死ぬ。死んだ？まだ大丈夫。
危険なシェラードじゃないのこの下。ここはねもう死ぬね。あ、まあ、上に上に入るだろう。勢い余ったらちょっとやめてほしいよな。あばっ。ただいまー。さあではスラトの休息地に乗り込みに行こう。イエスさあ行くぞ。買ってこいや。ザコども。本当奥のな目的地は。素晴らしいぞ。ジャーナルがあるよな。そいつは攻撃しなくていいと。あ、そっか。いたいたいた、いった。ちょっと待って。死んだ。死んだかやられた。おもれ。襲われるの はずのない犬に襲われた。ちょ、大量に大量にいる。メダイモン。さあ。早く。なってんの。サボるな、戦士。うちのダメージソースなんだから。お前が戦わねえって何やってんの。こんなとこで何やってんの。鹿として行くな。お前撃つね、撃つねなんだから。先行ってもな、もう撃つんだから。先、先行して取るのやめて。取ってないよ。待ってても来ないからどうしたんだろうと思って心配してる。戻ってこい、そしたら。ヘイト稼いでる間に俺が起こそう。そり。おはよう。めちゃめちゃいたわ。あたす。こいつは俺がやる。俺が回復させる。水を刺されたぜ。シュラウド屋、シュラウド屋でやってやったぜ。で、どこだって？こっち？左奥。な、なに？ここになんか、あれね。なんか、いるよ。ポンパン。え、眠い。モビ来た。これなんかあれロケーションがスカベンジャー農場。煙。煙。煙。モクモクしてる。でも一応俺らのあれ上がんないんだね。俺が撃ってるやつだからな。味方のやつは。アリナ行くよ。ポイント到着。めちゃくちゃいる、めちゃくちゃいる。なんかで、でけえの来た。マトロンだ。メロンさんどこ行ったの。上。上で、上で弓着くしてる。いて毒うおちょっとやばいやばい。くらえ。オケでかいのやった。俺がスタンさせる。スタンの矢か。オケやった。死んでるのに3してる。図鑑ゲッツ。イエーイ。
やべ、持ちきれん。あんま今更使わねえよな。あんま宝箱なかったね、1個。ないね。荷物が持ちきれません。うん、この辺持ってない、もう。砕くか。砕けね、まあ、武器とかいらないの、砕いていいんじゃない。うん。ルイさんにこれあげよう。これで、これで配置するだから帰って配置しますか。じゃあ行きますか。何が増えるのか。帰るぜ。オッケー。大我慢してるこいつが。石はちょっと持ってたい。どこだ。あれ錬金術帳。大釜だ。大釜俺、あ、持ってる。あとっとっと。あ、レンガが足んないっす。遠征レンガ。植物図鑑置いた。16個くらい。トゥーティー。トゥーティーが必要なわけ。トゥーティーが必要っす。チキンスープが作れるようになったぞ。レンズレンガいっぱい入ってるよ、右に。右？どこ？ああ、うん、焼いてあるのか。本当だ。こっちに移せ。やべ、今度から生の鶏肉が必要だ。もうそれ何も入ってないってこと。入ってた。野菜スープも作れるようになった。いいね。これいいなぁ。錬金術帳。ただ素材がこれやばいな。アシッドバイトいる？アシッドバイトはまあ、ビックリマグ出てんじゃん。回復薬私のできるよっていう話だね。これで、お、来たね。殺菌剤と錬金術ベース。錬金術ベース作ろうぜ。じゃあ、びっくりマークが出まくってる。錬金術ベース何が来たんだっけ。シュラウド液、菌死体、水、シュラウド星。でグライダー作れるでしょ、これで。水、シュラウド星、川にとシュラ錬金術ベース4だね。他の補助材はまあいくらでもある。シュラウド星どこだ。シュラウド星この辺なかった。確かあったあったあった。めっちゃある。インスタイト水、水はまあいいか。今手持ちのやつを分けるか。うわこれいいな。チキンスープ超いい。そんな回復すんの。回復というか、人参用って感じだね、完全に。に肉に、あの体力が増えるやつ。ついでに器用さも上がるから。そう、遠距離物理が上がるね。あ、殺菌剤もできんだ。俺だとアロエ。とりあえず錬金術ベースでいいでしょ。20個ぐらい使うけど、うん、バーで締めようか。あ、いいね。座れねえんだな。座らせろよな。早く座れるようにしてくれよな。あ、これいいじゃん。この角度だとちゃんと座ってるよ。本当だ。その上に立ってしゃがめば。そうじゃないだろ。今日やりな、お前。ちょっと低いな、でも。
うまく立てないな。なんかおい、ジジケ、ちょっと。なんだい？こうちゃんと埋まってねえんだけど。なんだ、文句か。閉めるよ。俺か？俺なんもしないよ。ここを掘ったせいで、この沈んどるかな。いいじゃん、大丈夫だよ。強い子たちだから入ってくるよ。メルマがバー作ってくれたから。で、なんか挟まってる。出て座るんこれ。いつの間に立って。出た。諦めんなよ。あ、そう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 。あ、いいね、いいじゃん。よし、じゃあ閉めるよ。はい、というわけで、今回ですね、錬金術師の大釜と、なんだっけ、苗植物図鑑、植物図鑑、はい、ね、取ってきまして、だいぶまた、できるものも増えたんで、まあ革製品と合わせてって感じですけど、そうですね、はい、料理もグレードアップしましたよ。そうですね、グライダーの方も新しいグライダーがこれでできますんで、さらにね、移動も楽になってくると思います。はい、はい、で、目の上ものね、このバーもできたんで、まあ、ちょっと椅子に座ることができる。まあそのうちできるようになるらしいんで、ちょっとそこもね、期待しながら待ってみましょう。で、まあ次回はじゃあジャーナルのどっかやりますか。まあでも結構もういい感じのところ来たんだよな。養蜂、織り機、ね、訓練機、とりあえずあれじゃないですか、ホムラレベルを上げる。ああ、そうだね、まだホムラレベル、まだ、まあ、太陽神殿の物語をやる感じかな。そうするとこの頭が手に入るんで、まあ、フェルのモンスターヘッドあるから。ああ、そっか、まだそこ、それか、まだ、ね、そう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 、まあもう手に入るやつが足んない感じだね。はいはいはい。でもそれをじゃあ火の子とかね、はい、まあこの辺か。はい、じゃあこの辺はちょっとねやって、次の段階に行きつつ、またワールド探索ですねやっていきたいと思いますんで、また次回もよろしくお願いします。はい、はい、じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。